元カリア村は、かつて、愛知県壁海軍にあった村である。現在のカリア市の一部に相当する、境川川口部の左岸に位置していた。壁海大地の生端からは、縄文時代晩期の本カリア海塚が発掘されており、本カリア海塚は、カリア西部の縄文遺跡として、愛知県指定史跡となっている。当初は、絹浦湾に面した村だったが、遠方7年以後に、 多くの神殿が築かれると、境川沿岸の村となった。当初は亀村という名称であり、やがて、狩屋村に改めたが、狩屋ではなく、狩屋と表記されることも多かった。天文2年に水野忠政が来た 1km の場所に、狩屋城を築いたため、この地は本狩屋と称するようになった。江戸時代には、狩屋藩領だった。狩屋藩主には、本田氏がおり、 同一の漢字を用いることがはばかられたことから、本カリアから、元カリアに改めた。官営交付では、本カリア村、元禄郷町では、本カリア村、天保郷町では、元カリア村、急行郷町では、元カ,カリア村と表記されている。1876年の個数は390、人口は1598、百八十一年に、明治用水、 西筋が通水したことで、高地面積が拡大した。1891年の個数は361、人口は1687。ありがとうございます。